聞く人によっては自慢話になるからあれでしょうけど、その体験をしたのはもう2000、僕は5年くらいなんでね、もういいやって気持ちになりましたね。2ちゃんの掲示板で叩かれたというか、まあ自分のホームページに掲示板を置くのがさ、その当時は流行ってたんで、掲示板を置いたらですね、なんだろう、匿名で投稿できてしまうんで、まあ、どん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 こうね、ネガティブな投稿が増えていって、その時はね、やっぱりまだその外に向けている顔と内向きの顔っていうところをうまく使い分けられてなくてですね、まあ、非常にこう疲れてしまったっていうところがありましたね。まあ、だからもう逆に言ってしまえば、今なんていうのかな、オンラインでこう発信するのが苦手とか、ね、あの動画でなんか喋るなんてとてもとてもみたいになってる人たちって、まあ、そういう経験が少ないんでしょうね。匿名の人たちに集団でボコボコにされるっていう経験がまあなければですね、やっぱこうきついなと思います。